乱闘海水浴場北海道海水浴場開設発祥の地乱闘海水浴場は日本の北海道をたる地乱闘にある乱闘海岸を利用した海水浴場の一つ1903年7月に開場して以来100年以上の歴史を持つ北海道内最古にして道内屈指の海水浴場である乱闘海岸は フゴッペ岬以外のすべてが海浜であり砂浜であるが、浜の大部分は、乱闘海水浴場と西隣にある、サンリバー海水浴場とで占められている。日本海に明けたいシカリ湾王にある、よい湾内東端部に位置し、乱闘川川口東岸に形成された砂浜を、利用した、海水浴場である。東の橋は、おしョろ半島の西方基部に、西の橋は、 乱闘川川口東岸に位置する。停線約800メートルの乱闘海水浴場は、乱島川河口を挟んで、西に位置する、停線約200メートルと比較的小規模なサンリバー、海水浴場と隣接する。還元すれば、乱闘海岸の浜は、乱島川河口を境にして、東側の8割が、乱闘海水浴場、西側の2割が、 サンリバー海水浴場となっている。乱闘海岸は、ニセコシャコタンオタル海岸国定公園の一角をなす、継承地としても知られている。これら二つの海水浴場の毎年の開設期間は、7月上旬から8月下旬までである。日本人の一般庶民が利用する、本格的な海水浴場は1903年12月に、 乱闘村の海浜に休憩所を設けたのが始まりであり、これをもって乱闘海水浴場の会場とされている。そのようなことで北海道海水浴場開設発祥の地と謳われる乱闘海水浴場は明治、大正時代の各界の名士がこぞって別荘を設け、庶民にも人気のある行楽地としてにぎわった。最盛期を迎えたのは大正から。 昭和初期にかけてであり、夏には、臨時列車が増発された。また、昭和50年代には、第二の流星期を迎え、夏ともなると、乱闘駅改札口から、乱闘海水浴場の浜まで、約800メートルもの人の列が途切れなく続いた上、海水浴客によって、セブンイレブン乱闘店は、数年間、日本一の売り上げを記録し続けたこともあった。しかし、 近年では過疎化とレジャーの変化とが、相まって往年ほどの繁盛はない。それでも、美しい景色と泳ぎやすい遠浅な浜であることから、根強い人気が残っている。小樽市や西隣の余市町だけでなく、札幌県からも多くの人が訪れる。北海道は、2004年4月1日、プレジャーボート等と、水域利用者との間で頻発する。 水難事故等を未然に防止すべく、北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例を施行した。かかる条例の指定地となった、乱闘海水浴場とサンリバー海水浴場には、指定された他の海水浴場と同様、この時以来、プレジャーボート等が侵入できない、水切り要調整区域が設けられている。具体的には、 二つの海水浴場の前車70メートル以上、後車50メートル以上の沖合と、乱闘川川口部が、水域利用調整区域となっている。また、二つの海水浴場の近接した会場には、各一箇所の水産動植物増殖施設がある。1976年の乱闘地区中央に、乱闘駅が見え、駅と同化して見える、斜めの線が、函館本線。 この地域の函館本線は、乱島川本流沿いを走る。北に国道5号線が通り、乱島海岸は左上に一部が見えている。ありがとうございます。